はいどうも、みなさん、こちらミーネットです。さあ、ポケマス実況を続きやっていきましょうか。今回はですね、バディーズサーチ使って10連を3回しまして、で、1日1回割引のやつを1回やったんですけれども、1日1回のやつで1回、まあ、グリーンとピジョットが出て、10連バディーズサーチで1回ずつ出たので、まあ、かなりのガチャの排出率なんじゃないかなと思います。あ、この、エリカさん今虫眼鏡マーク出てるじゃないですか。これ話しかけたら道具もらえるんで話しかけた方がいいですよ。でですね、今回やりたいのは、まあ、せっかくねピジョットが来たということで一応100レベルまでにしました。で、特攻がねめちゃくちゃ強いんですよ。特攻が化け物並みに強いんで403、まあ、このポケマスで一番強い攻撃力特攻を誇っているわけなんですが、まあ、そんなピジョットを使ってどれだけダメージが出るのかやっていきたいなと思います。とりあえずですね、ルナトーン呼んだのと、あと、まあ、メイのジャローダも呼んだんだけど、多分これは特攻が上がりきらない段階で終わりそうな気がしますね。チーム編成でとね、これやつが一応特攻が上がる SP ガードじゃない、通じ合うよがあるのと、でメイのジャローダが、あれですね。SP アップで、特攻をぐーんと上げるのと、自身の能力で、スペシャルアップがありますけど、多分これも上がりきらない段階で、終わりそうな気がするな。じゃやっていきましょう。メインストーリーの、でもなんかすごいですね。ツイッター見てた感じだと、ガチャの排出率がめちゃくちゃいいみたいで、なんかみんなグリーンとピジョット当たってたんで本当に嬉しい限りですね。やっていきましょうか。クリット出てどれくらいだろう、5000、4000ぐらい。とりあえずやっていきましょうか。ですね、まずは右から順番に通じ合うよ使って、スペシャルアップ、スピーアップ使って、これ上がりきらないまま終わりそう。46で、これで、あ、もう上がりきらん、上がりきらんか。スペシャルアップ、あ、ピジョットの特攻はもう上がらない。よし、じゃあちょっとかかってこいよ。2回やって急所率上げていきましょう。 OK、 急所率も完全に上がっていったので、これだけやったら、まあ、十分じゃないかなと思います。で、早速ですね、真ん中の怪力に向かって打っていきたいと思います。いけ、負ける気がしねえぜ。うおー、7883。で、エアカッターと暴風が逆側になるんですけれども、この暴風って全体攻撃なの？あ、やっぱ単発なんだ。わ、それでも強いな。4000。エアカッターが全体攻撃になると。2100ぐらいか。いいですね。逆になんか横のやつらだったら、もうちょっとダメージ出るとかない？とりあえず最初ドーピング始めていきましょう。大量にぶちかまして特攻を完全に上げ切った状態で、で、こんだけ上げ切ったら、まあ、十分いけたと思うので横のやつ狙っていこうぜ。で、これで完璧に上がりきりましたね。よし、じゃあ行きましょうか。よいしょ。負ける気がしねえぜ。ああ、それでも5800なんだ。うっ、強っ。いいよ、マジっすか。クリティカルってか出て
9000。まあ、というわけでですね、残念ながら1万ダメージには届かないということで、今回この辺でやっておきましょう。じゃあな。